自民党麻生派の山田賢治衆院議員55歳2012年の衆院選で初当選した3回生議員の一人だ多くの派閥で事実上の自主投票の流れを作った東風一新の会その副代表世話人を務めるこの後出陣式に参加させていただきます。 向かった先は高市早苗前総務大臣の出陣式麻生派に属しながらも今回山田議員は高市氏を応援することに決めた 高早苗候補の政策、あるいは受け答えですね、このコミュニケーション能力というのも高く評価させていただいております麻生副総理はおととい。当然のこととして、権力闘争ですから、やる以上腹決めて、そして勝つもやらない総裁選に対する覚悟と責任を改めて強調した。 今回は高市候補を応援させていただきたいということを申し上げました山田ならそうだろうなというふうに言われました、はい、異例ともいえる自主投票、その背景には、若手議員ならではのある理由が。 安倍政権、まあ、そして菅政権もそうなんですけど、政権があま強かったことによって、苦労をほとんどわれわれはせずにです、ね、あの政策が実現できてきた、今後、この総裁選で終わりではなくて、これからしっかりあの党のガバナンスといいますかね、あの党改革をやっていく、このことがまあ次の,あの目標、残る目標というふうに考えてます昨日街頭に立っていたのは、同じく党風一新の会の一人、 鈴隼人衆院議員44歳彼が所属する竹下派も個々の議員の立場や考えを尊重するとの基本方針を表明し事実上の自主投票に多様な議論が行われることによってこれからの日本をリードする人として誰が望ましいのかということをわれわれと一緒に。 考えていただくというのは大変いい機会にはなると思います鈴木議員は今回岸田前政調会長の推薦人に名を連ねた派閥の縛りが解けつつある自民党それでも鈴木議員は派閥は必要なものだと語るやっぱり家族みたいなもんですね何かあった時には支え合う 相談できる相手がいる大切な仲間です